はい、こんにちは。今日も習慣化のお話をしていきます。生産的イメージングというお話をしていきます。まあ、努力は結局振り返ることが大事なんですよっていうことをですね。で、2日前にコミットメント早期タイミングっていうお話をしました。皆さんご覧いただいたでしょうか。ということで、ゴールは定期的に思い出すことっていうことはすごく大事ですよっていうことを、その、ね、2日前のコミットメント早期タイミングというところのお話でさせていただきました。で、その時の注意点としては、例えばダイエットをしていて5キロ痩せるっていった数値的な具体的な目標っていうのを定期的に思い出すっていうのはすごくいいですけれども、ゴールをした、つまり例えば皆さんの今の体重から5キロ痩せた自分を想像してみるっていうゴールを想定してしまうと逆効果になってしまいますよってことをお伝えしました。これなんでかっていうと、ゴールした自分っていうのを想像してしまうとやった気になっちゃうんですよね。だからもうやった自分になっちゃってるからもう別にいいやってなって習慣化っていうのが挫折してしまうわけなんですよね。だからジムに行ってないのに想像するだけでやった気になってしまうとか、ダイエットしてるのに一生懸命頑張ったっていうつもりになってしまって、冷蔵庫のプリンをガチャって開けてパクパクパク食べてしまったりとかっていう風になってしまうということなんです。ですから生産的イメージングっていうのはそもそも何かっていうお話からまずしていくと、ゴールを達成した、つまり痩せたとか運動をし終わった自分とか勉強した自分っていうのを想像するのではなくて、自分が日々やっている努力とか成長とか進歩っていうものを想像することを言います。例えばダイエットをしようとしているとしますよね。で、そのダイエットをしている中、友人とランチに行きましたと。で、ビュッフェに行きましたと。もうたくさん豪華な料理がある中で、みんなはもう、ね、炭水化物めちゃめちゃモリモリについてきたりとか、お肉たっぷりとか、まあ、油切っても唐揚げとか天ぷらとかっていうのいっぱいこうよそってくる中、サラダで我慢しようで、飲み物も炭酸飲料とかじゃなくてお水とかっていう風に我慢するというか、ダイエットに明け暮れるというそんなやり方ですね。で、みんながスイーツを食べている中、いや私は結構ですっていう風に頑張った自分、頼まなかった自分を褒めるっていうことを思い出すっていうことなんですよね。はい。で、そういう瞬間っていうのを思い起こすことによって、欲望に打ち勝った過去の自分っていうのが何回も繰り返し思い出されると、それだけで習慣化の可能性っていうのが思い出せるわけなんですよ。つまり一回やってしまえばもう一回くらいできるでしょっていう強い自分になれるっていうことなんですよ。はい。だからジムに行ったことのある自分とか、タバコを我慢した自分とか、間食をしなかった自分とかっていう一個一個、欲望に打ち勝った記憶っていうのを思い起こすことによって、よしもう一回やってみよう、もう一回チャレンジしてみようっていう風に、なっていくわけなんですね。はい。だからこの生産的イメージングっていうのはパブリックコミットメントとか、2日前のコミットメント早期タイミングっていうものと並行して取り入れることができるんですよね。例えば朝起きてその日やるべきことっていうのをリストアップします。で、さらにそのリストアップした内容っていうのを、俺今日これやるわっていうのを友人と共有をして、で、1日の終わり寝る前にそのリスト通りにできたかっていうことを思い起こしながら、かつ友人にも報告する、ね、朝起きてリストアップする、これがコミットメント早期タイミングですね。何をするの、何のためにやるのっていうことを思い起こすと、で、それを友人とシェアをする、これが、パブリックコミットメントですね。で、それからリスト通りにできたのか友人に共有するとか、それから思い起こす、これが、今回の生産的イメージングっていう話になりますんで、こういった合わせ技をすることによって、さらに習慣化っていうのを長くそして強く身につけていくっていうことができるというお話でした。ということでですね、今回は生産的イメージング、つまり自分が努力をどんな風にしてきたのかなって振り返るだけっていうのでも効果あるんですけど、今言ったような組み合わせでパブリックコミットメントや、それからコミットメント早期タイミングっていうものも、組み合わせてやることによって、さらに皆さんの習慣化っていうのが強く深く長くなっていくようになりますので、ぜひチャレンジしてみていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さらら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。